どうしても外せないお仕事なんだ。なーに、すぐに終わらせて帰ってくるさ。本当？約束だよ。お城ごっこするんだから。お土産も買ってきてくれると嬉しいな。ああ、わかった。レスナが欲しがってた本を買ってくるよ。これが、私がお父さんを見た最後の記憶。大陸の東、クア州の海岸に鳥獣が出現。え？こうしている間にも、きっと被害が拡大して。レスナ、焦りは何も生まないわ。今は続報を待ちましょう。近頃、各地で魔物が暴れるという異変が相次いで起こっていた。ロマンさんの護衛を務める白夜の騎士のユナさんと錬金術師のロジー先輩はその調査に当たっていた。二人によれば、この魔物の異変は強大な鳥獣が現れる兆候なのだという。そんな中、私たちは二度目となる遠方での依頼のため北のシュネール州に向かい、その地でもまた凶暴化した魔物の群れと戦うことになった。シュネール州の人たちは錬金術を得体の知れないものだと言って受け入れてくれなくて、そんな場所で魔物と対峙しながら依頼を達成するのはとても大変だったけれど、人々を守りたいというユナさんの志や仲間たちの助けを借りて、どちらもやり遂げることができた。けれど、一安心したのもつかの間、王都に帰ってきた私たちを待っていたのは鳥獣出現の知らせだった。だけどさ、いつまでもぼんやりしてられないよね。落ち着いて、スーちゃん。サスキアさんも言ってたでしょ。そうは言うけどさ、リディ、せっかくこうして駆けつけてきたわけだし、早くその鳥獣ってやつを。でももう少し情報が集まらないと危ないよ。それはそうかもしれないけど、異世界の錬金術師リディ先輩とスー先輩、普段ならいろいろお話を伺いたい。でも鳥獣が出現してしまった今は。あ、ユナさん、ロマン君、状況はどんな感じなんですか？出現した鳥獣は現在クア州沖の離島を襲撃しているようだ。クア州ってどのあたりなんですか？ランターナ大陸の東に位置する海に面した州だよ。癒しの町と呼ばれる場所があってね、発達した医療を求めて全国からも療養者が集まるほどだ。そんなところに現れるなんて。我々騎士団に加え、召集に応じた冒険者たちも現地へ向かい、迎撃の準備を整えている。何が目的かはわからないが、奴は大陸の中心部を目指して進行しているらしい。このままだとたくさんの町が被害を受けることになる。何としても上陸を阻止しなければならない。じゃあ私たちも急がないと。いや、だからこそ落ち着いて備えを万全にしたい。いくら警戒してもし足りない相手なのだから。はっきりと言おう、危険な相手だ。命を懸けた戦いになる。その覚悟がある者は明日広場に集まってくれ。皆、大事なものがあるだろう。強制はしない。あの時お父さんが戦った鳥獣、また誰かがいなくなる。そんなのは嫌だ。
相棒、私もう一度荷物の確認してくるからちょっと待っててよ。うん、いつも悪いわね。いいっていいって。というか、あんたに任せると食料をつまみ食いされるからね。いつも悪いわね。ねえユナ、待ってる間にこれから戦う鳥獣のこともうちょっと詳しく聞かせてもらえる？ああ、その鳥獣の名はウェルテックス。ウェルテックス。奴が初めて姿を現したのは今から9年前のことだ。大陸からほど近い海上で漁船が被害に遭った。新種の魔物の話を聞いた冒険者たちは武功をあげんと我先に討伐へと向かった。だが討伐に向かった者たちは全滅した。全滅？王国はその危険性を鑑みてそれを鳥獣と認定した。ウェルテックスはランターナ大陸本土に上陸し沿岸部の村や町を灰にした。町を灰に？とんでもない強さね。強さはもちろんだが、奴が厄介な理由がもう一つある。それが他の鳥獣とウェルテックスとの最も大きな差だ。他の鳥獣との差？普段生活していて鳥獣の被害に遭ったという話はあまり聞かないだろう。それはなぜだと思う？鳥獣が住んでいる場所に近づかないから？そうだ。鳥獣が確認された大陸の辺境や遠洋、そういった場所には立ち入らないよう国が制限している。逆に鳥獣も滅多なことがなければ自らの縄張りを離れることはない。そうやって住み分けをしているんだ。でもウェルテックスは違うということですね。ああ、奴は我々の領土に容赦なく踏み込んでくる。なんでそのウェルテックスってのだけ縄張りを出てきちゃうわけ？理由は分かっていないんだ。自分の本来の縄張りじゃ満足できないのかもしれない。いずれにせよそれを食い止めることができなければ多くの被害が出ることになる。でも一度は食い止められたってことよね。9年前は騎士や冒険者たちの活躍によりなんとかウェルテックスの撃退に成功した。だが討伐には至らず、戦いに挑んだ者たちにも数多くの犠牲が出てしまったそうだ。だったら今度は倒しきらなきゃ。そうよね、バレリアの言う通りだね。被害が広がる前に今度こそやっつけちゃおう。お、なんか盛り上がってんね。ハイディ、準備はもういいの？うん、バッチリよ。この国の危機だ。私としても君たちが来てくれるなら心強い。共に戦ってくれるかい？はい、もちろんよ。早く戦いたくてうずうずしてるわ。危ないことは正直したくないけど、相棒には私が必要だしね。レスナちゃんのことも、レスナちゃんが守りたいものも私が守るよ。ありがとう。ではまた明日広場で。レスナちゃん大丈夫？何が？だってお父さんのこと。ううん、大丈夫。今は気にしてる場合じゃないから。みんな召集に応じてくれてありがとう。事前に説明があった通り、我々はクワ州で鳥獣を迎え撃つ。各自行動を開始してくれ。私は討伐作戦の指揮を取ることになった。一旦別行動になるが、
またクワ州で合流しよう。現地の海岸にはすでに拠点となる野営地が築かれているはずだ。まずはそこを目指してくれ。私も白夜の騎士として殿下に同行する。そちらは任せたぞ、レスナ。はい。レスナ、私も先に行くわ。ちょっと調べたいこともあるしね。はい、師匠、お気をつけて。私とロロナはオートに残ろうと思ってる。この状況で町の人たちにも不安が広がってるから。はい、私のパイでみんなに元気を出してもらおうと思います。どうかこの町の人々を頼んだよ。任せてください。はい。殿下、私たちも行きましょう。ユナさん、ロマン君、みんなで頑張ろうね。ああ、鳥獣退治だ。みんな無事で、またここに帰ってこよう。改めまして、錬金術師のリリー・マーレンです。こっちは双子の妹の、同じく錬金術師、スール・マーレンです。皆さん、スーって呼んでください。リリー先輩、スー先輩、困難な状況でのご挨拶ではありますが、ご指導ご鞭撻のほど。リリー、私たち先輩だってさ。スーちゃんってば。リスナーさん、私たちこそいろいろ教えてください。そんな、私が先輩方に教えるなんてめっそもございません。リリーとスーは何か足りないものはない？あとお腹が空いてたら今のうち。私もスーちゃんもしっかり備えてます。ご飯もさっき美味しいものを目いっぱい食べました。よーし、それじゃいつでも出発できるね。レスナ、大丈夫？元気ないみたい。バレリア、大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。私だってそれくらいは分かるようになったんだから。あのね、レスナちゃんは。イザナちゃん、ありがとう。でも大丈夫、自分で話すよ。心配かけてごめんね、バレリア。実はずっと考えてて、鳥獣のことやお父さんのこと。レスナのお父さん？私のお父さんは魔物との戦いで行方不明になったって話したでしょ。その魔物っていうのは、まさかウェルテックスが。お父さんは9年前討伐隊の一員だったの。そしてその戦いの後、行方知れずになった。私、怖い、またあの時みたいに誰かいなくなっちゃうんじゃないかって。そっか。ってことは、お父さんをひどい目に遭わせた奴をぶっ飛ばす絶好の機会ってことね。どっちにしろ戦うしかないなら前向きに挑んだ方がいいと思わない？それに失うって決まったわけじゃない。私や他のみんなだっているんだから、そう簡単に負けやしないわ。そうだね、私たちみんなでベルテックスを倒そう。間に合わない。タギー、タギー！
スと言います。ただの通りすがりの錬金術師です。錬金術師、こんなところにいてはいけない。あなたも避難を。私なら大丈夫です。それよりもまだみんなの避難が終わってないんですよね。あいつの足止めをしましょう。そうだな。時弾装填完了。よし発射用意。なんて力だ。させない。なったけど住民の避難が完了したようだ。我々も退避しよう。悔しいが今の戦力では。ああ。俺たちの島が。泣かないで。大丈夫だよ。いつか絶対帰ってこられるから。旅の途中に立ち寄った島でこんなことが起こるなんて。なんとか村人たちは全員無事だったけど、私たちの力じゃ島を守ることはできなかった。元の世界と同じように錬金術を使えてたとしても、とんでもなく危険な相手だったと思う。アトリエに行ってマリオンさんに報告しないと。絶対に鳥獣を何とかしなくちゃ。野営地がある海岸ってこの辺りかな。まだ上陸はされていないみたいだね。でも魔物たちの様子が。暴れたり逃げ出したり、鳥獣に怯えてるのかしら。魔物だけが感じられる何かがあるのかも。ともかく先へ進むにはあの魔物たちが邪魔だね。全員おとなしくしてもらいましょう。やるっきゃないね。リリー、あたしたちもやるよ。うん、スーちゃん。今ならいけるかも。よーし、みんな覚悟してよね。てやおー、息ぴったり。まさに流れるような連携ですね。先輩方、さすがです。美人な上に強いなんて、まさにあれだよね。はい、彩色顕微とはこのこと。お二人と同行できて本当に心強いです。うん、レスナちゃんもいつもの調子が出てきたみたい。そいつは結構。その勢いがあればあっちの連中もあっという間に倒せそうじゃない。まだあんなに。ま
だまだいけるよ。スーちゃんの実力見せてやる。私だって戦えるんだから。リリー先輩、一緒に頑張りましょう。ちょっときついかも。計算通り行くよ。はあ、調子がこれで元気いっぱいで助かったよ。いい子にしててね。いけそれ、私のハンマーでやるじゃん。力を合わせる、これが効くはず。助かりました。いや、使ってみよう。助かったよ。うまく力が守ってみせます。ありがとうございます。わお、わそろそろ仕掛けちゃおうかな。あたしが目指す錬金術の鍵、これでチェックメイト。上出来だね。うっ、調子、さあ、どうぞ。ありがとう。いい子にしててね。いけー、ここは頑張りどころ。いい感じだよ。なんだか、それ私のハンマーで、すごいもの、持ってきてるんです。そう、ね、まだここからが本番ですよ。いつもより力、計算通り行くよ。いい感じだね。よし、作戦通り。頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。計算通り行くよ。はあ、調子はこれで元気いっぱいで。ありがとうございます。いい子にしててね。いけー、付き合い。それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決める。準備完了。みんなの力は、これを使えば。これを使うよ。助かったよ。あれ、うまく力がうまくいって助かりました。わー、落ち着いていこう。わー、そろそろ仕掛けちゃおうかな。あたしが目指す錬金術の鍵、これでチェックメイト。バッチリ調子、さあどうぞ。これ、いい子にしててね。いけー、後期到来。あたしの、それあたしのハンマーで。お見事です。すごいもの、持ってきてるんです。そう、まだここからが本番ですよ。いつもより力が出せそう。狙いは外さない。やあ、これお見事です。ふう、こんなものかな。頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。狙いは外さない。やあ、とりゃ。少しでも助けに。ありがとう。これ
戦っていい子にしててね。いけー、なんだそれ、あたしのハンマーでやるぞこのちょこれが効くはず。助かりました。えい、これで安心です。助かったよ。あれ、うまく力が。これで大丈夫。ありがとうございます。いつもより力逃がさないからね。よっ、はあ、さあどうぞ。ありがとう。いい子にしててね。いけー、動きに注意して。大技いつでもいけるよ。最強ハンマーの力をお見舞いだ。無敵だよ。いけない。計算通り行くよ。はあ、敵を崩した。さあどうぞ。助かったよ。お祝いの準備がバッチリ。私からの贈り物受け取って。いっけー祝福の星が導いてくれました。なんとか片付きましたね。お、もしかしてあそこに見えるのが野営地？きっとそうだよ。あそこには先行している仲間が。お？へえ、何これ、ずいぶんたくさん並んでるわね。結構強そうじゃない。この州の名物みたいだね。みんな無事に合流できて何よりだ。そちらの方は、あれ、そこにいるのってフィリスさん。フィリスさんがどうしてここに。あ、二人とも久しぶり。実はちょうどこの辺りを旅してる最中だったんだ。今はこんな状況なのでゆっくり説明はできないんですが、フィリスさんは私たちの師匠のお友達で。フィリス・ミストレートです。みんなよろしくね。フィリスさんは凄腕の錬金術師なんです。なんと錬金術師の方でしたか。強行。彼女はたまたま近くにいて巻き込まれたらしい。その際騎士と共に避難の手伝いをしてくれたんだ。騎士団の者としても私からも重ねて礼を言う。フィリスさん、私たちの知らないところでしっかり活躍してたんですね。錬金術を使いこなせれば多くの人を救う手立てになる。勉強になります、フィリス先輩。無我夢中で手伝ってただけなんだけどね。それに鳥獣には手も足も出なかったし。フィリス先輩、ウェルペックスと戦ったんですか。うん、戦うどころじゃなかった。実はね。体が重くなって身動きが取れないか。厄介そうな力だね。それでウェルテックスは今どうなってるの。ひとしきり暴れた後、今は再び海中に身を潜めているようだ。9年前の戦いでも同様の記録が残っているんだが、奴は主に夜間に活動する生態を持っているらしい。夜行性ってことですか。ということは太陽の光が大きな弱点とか。残念なことにそうではないようだ。なぜ夜行性なのかはわからないが、ただ一つ確かなのは、半日の活動でも9年前のような被害をもたらすほど強大な力を持っているということだ。なるほど。話を聞くだけでもおっかないな。それじゃあ
また夜になったら動き出すってことだよね。そう考えておいた方がいいだろう。それまでに迎撃準備を整えておきたい。ロマンさん、私たちは何をすれば。作戦はすでに立ててある。これから説明させてもらうよ。フィリスが話してくれた通り、厄介なのはこちらの身動きを取れなくする攻撃だ。ただその範囲には限界があるようだ。距離を取れば影響を受けずに済む。そのおかげでなんとか逃げられたんだよね。ということは遠くから攻撃すれば。ああそうだ、鳥獣の進路にある島や洋上に武装を設置し遠距離から攻撃を仕掛ける。そりゃ分かりやすい作戦。うまくいってほしいな。もちろん仕留めきれる保証はない。そこで並行して海岸付近の砦で防衛体制を整える。砦って、今から準備して間に合うでしょうか。9年前の戦いで使われた砦があるんだ。かなり傷ついてしまっているが、まだ再利用できる。その砦に奴を誘い込み、総攻撃を仕掛ける。それが本命の作戦ということだね。時間は限られている。各自分担して準備に当たってもらいたい。レスナ、イザナの二人はフィリスと共に洋上での迎撃に備えて武装の調達を頼む。武装？遠距離から攻撃を仕掛けるためのものだ。ぜひ錬金術の力を借りたい。は、はい、任せてください。よろしくね、レスナちゃん。なんか緊張してる？いえ、そんなことは、あるかもしれないです。レスナ、少しは肩の力を抜いた方がいい。そんな調子では夜まで持たないよ。ほら、深呼吸だよ。はい。リリー、スーの二人は砦の方に来てくれ。外壁の修理や物資の運び込みを手伝ってほしい。はーい。バレリアとハイディは海辺周辺の魔物の討伐を頼む。作戦を邪魔されるのは避けたいからね。任せておいて、そういうのは得意だから。ちょっと、私は得意じゃないよ。説明は以上だ。では作戦開始。はい。ユナ、君には重要な役目をお願いしたい。私の元を離れてレスナたちを手伝ってくれ。私の任務は殿下の護衛です。おそばを離れるわけには。ユナ、計画において武装の調達は必須だ。レスナたちがこの計画の要なんだ。砦に残る私の方が安全。それは君も分かっているだろう。それと君には討伐作戦の前線指揮も頼むつもりだ。帰ってきたらそちらの準備に加わってほしい。レスナ、安心してくれ。君の監視がなくても真面目に務めを果たしてみせるさ。いや、そういうことではなく、私はただ殿下の恩義を案じているのです。心なしか普段より表情が硬いようですので。お見通しか。レスナにはああ言ったが、私も内心は緊張しきりだよ。だが心配はいらない。戦い抜く覚悟は決まっている。私を信じてくれ、ユナ。かしこまりました。ご分を、殿下。ああ、お互い頑張ろう。
近づく輩は追い払います。ちょっときついかも。狙いは外さない。やあ、そりゃどうすれば勝てるかな。調子、さあどうぞ。ありがとう。いい子にしててね。いけー、よく見て集中。力を合わせ、これが効くはず。ありがとう。えい、これで安心です。助かりました。あれ、うまく力がうまくいって、助かりました。さあ、計算通り行くよ。やるね。今のうちに全力を。私の世界を見てください。楽勝です。イエーイ。ライザ先輩が見てる。よーし、頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。逃がさないからね。やっ、はあ、なんだかいつもより体が軽いから。これで元気いっぱいです。いい子にしててね。いけー、うーん、それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決めるんです。みんなの力を合わせ、これが効くはず。ありがとうございます。よ、使いますね。ありがとう。うまく力が。これで大丈夫。よし、集中。そろそろ仕掛けちゃおうかな。あたしが目指す錬金術の課、これでチェックメイト。バッチリ調子。さあどうぞ。ありがとうございます。いい子にしててね。いけー。よーし、それあたしのハンマーで。やるぞ。ハンマーに不可能はないんだ。よく旅をしていたし、そうしているうちに気づくとこういう変わったとこにたどり着いちゃったりするんだよね。なるほど、独自の観察眼や嗅覚を身につけたフィリス先輩だからこそ発見できたんですね。もうそんな感じかな。それにしても驚きだよね。おっきなイバラがぐるぐる巻きついてて、もしかしてここって、この前読んだ本に出てきた塔かな。なになに、どんな塔なの。大昔に星を手に入れようとした貴族がいてね、どこよりも高い塔を作ろうとしたんだ。そして塔には特別な装置もつけて空の星を撃ち落とそうとしてたみたい。そんな塔が完成間近のある日、その貴族は屋上から星に手を伸ばして体勢を崩して塔から落ちちゃったんだって。え、それじゃあその人は。うん、亡くなっちゃったみたい。でもその時庭でバラが育てられてたんだけど、貴族の血をバラが吸って、そのバラはまるで貴族の意志を宿したかのように
天へと伸び始めたんだって。そしていつしかそのバラは宙に浮く力を帯びて空へと舞い上がっていくようになった。嘘だ、作り話でしょ。私もそう思ってたけど、ここを見たら本当なのかもって思っちゃった。宙に浮く力を帯びたバラももしかしたらあるのかも。これはなんだか特別な名前をつけたくなっちゃうな。そうだ、天目指す暗き楼閣、この塔の名前はこれで決まりだよ。天目指す暗き楼閣。フィリス先輩、すっごく素敵な呼び方ですね。わかってくれる？レスナちゃん、私も我ながらいい名前だと思ったよ。いい名前だろうか。騎士物語に登場する伝説の建物みたいだね。夢があるな。でしょ？趣味があって嬉しいな。では早速行きましょう。謎に包まれた楼閣へと、運命を切り開く手がかりを求めて。おお。気を引き締めていこう。魔物の姿はないようだ。これならじっくり周辺を調べられるだろう。はい、役立つ素材が見つかるといいんですが。この辺は大きい石だらけ。あ、そういえばねえレスナちゃん、海岸線にずらーっと並んでたあの変竹林の石像、あれって何だったのかな。ああ、あれはね、かつてネブラの民を守るために鳥獣と戦ったという伝承を持つ石像だよ。え、石像が動いて戦ったの？あくまで伝承ですが、昔は錬金術がもっと発展していたみたいですし、ありえなくはないかと。ネブラ、私たちの時代よりも前の時代の文明ってってロマン君が言ってたよね。さすが時代の騎士イザナちゃん。だからあの石像のこともよく分かっていないんだ。ただ同じような石像がクワ州近海の海底にはたくさん沈んでいるって言われているよ。なるほど、これも騎士試験に出るかな。そこまでは出ないんじゃないか。そっか、白夜の騎士のユナさんが言うなら間違いない。試験にどんな問題が出るかもっと教えてよ。ダメだ、これ以上は教えられない。やっぱりダメか。それにしてもレスナちゃんは相変わらずいろんなことを知ってるね。いつも勉強を頑張ってる成果だ。そうかな。そうだよ、レスナちゃんの頑張りは私がよーく知ってるし。イザナちゃんとレスナちゃんってなんかいいね。お互いのことをよく分かってて相棒って感じ。イザナちゃんは
子供の頃からずっと優しくて、私を支えてくれているんです。一番最初に故郷のフリーゲンを出発した時も、イザナちゃんと二人で頑張っていたんですよ。そうなんだ。故郷を出て二人でこう、なんだかリア姉の顔が見たくなってきちゃったな。よし、皆さんそろそろ移動しましょうか。了解。何があるかわからない場所だ。気をつけて進もう。すごいものが取れちゃった。すぐに終わらせよう。私だって戦えるんだから。リリー先輩、一緒に頑張りましょう。ちょっときついかも。計算通り行くよ。はあ、今のうちに落ち着いて考えよう。どんどんこう、このやりました。さあどうぞ。助かりました。いつもよりいい子にしててね。いけ、いい感じだね。みんなの力はこれが効くはず。助かりました。もう一発おまけ。使いますね。ありがとうございます。あれ、うまく力が守ってみせます。助かりました。いつもより力が、狙いは外さない。やあ、そりゃいい感じだね。ふぅ、なんとかなった。星の導きに感謝。皆さん、あっちにもいろいろと素材がありそうですよ。あれ、誰かいる。私たち以外にもここに入る人がいるなんて。あ、あいつまさか、極夜の錬金刀の。お前は、あの時の錬金術師か。極夜の錬金刀、こんなところで遭遇すると。確か、名前は、ジェロン。以前、素材を無理やり奪っていたことがあって。極夜の錬金刀は騎士団としても要警戒対象だ。お前、ここで何をしていた。白夜の騎士か。質問に答えてもらおう。お前たちに話す必要はない。きっとまた素材を独り占めする気だよ。目的のためなら何だってする連中だもん。だとしたらどうする。またここで剣を交えるか。なんか穏やかじゃないですね。邪魔するならば私が相手だ。待ってください。今はこんなところで争ってる場合じゃありません。私は鳥獣ウィルテックスと戦うための手段を少しでも増やすためにここに来ています。今は一刻も早くあの鳥獣を止めなくちゃいけない。そのために錬金術が必要なんです。人々を幸せにする錬金術の力が。お前はまだそんな甘いことを言っているのか。これ以上話していても時間の無駄だ。今の俺の相手はお前たちではない。下がったね。結局何が目的だったのだ。とにかく今は急いで素材を集めましょう。すごいものが取れちゃった。
頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。計算通り行くよ。はあ、今のうちにどんどんこう、これ隙あり。落ち着いて状況を見極めよう。さあ、どうぞ。助かったよ。いつもより殻いい子にしててね。いけ、ここで一気にみんなの力を合わせ、これが効くはず。助かりました。はっ、行くで。助かったよ。あれ、うまく力が守ってみせます。助かりました。あたしの番だね。計算通り行くよ。はあ、すごい。思い切り行くで。乱れ蹴りです。調子もこれで元気いっぱいです。いい感じだね。ふぅ、なんとかなった。星の導きに感謝を。この辺りの素材を大体取り切ったかな。敵だ。ライザ先輩が見てる。よし、頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。逃がさないからね。やっ、はあ、どんどんこう、この、調子も。さあ、どうぞ。助かりました。どうしよう。いい子にしててね。いけ、ここで一気に。このチョコレを使えば。ありがとう。もう一発おまけ。使いますね。ありがとうございます。あれ、うまく力が守ってみせます。ありがとう。いつもより力が出せ。狙いは外さない。やあ、とりゃ敵を崩した。よく見て。うわあ、祝福を招いて。準備バッチリ。私からの贈り物、受け取って。いってやったこの調子なら守ってみせます。ありがとうございます。さあ、行くよ。計算通り行くよ。はあ、余裕だね。探索終了だね。お疲れ様でした。私だって戦えるんだから。リリー先輩、一緒に頑張りましょう。ちょっときついかも。逃がさないからね。やっ、はあ、どんどんこう、あ、それ祝福を届けます。さあ、どうぞ。助かったよ。いい子にしててね。いつでも準備できてるです。このチョコレが効くはず。助かりました。やっ、ほえー、ありがとうございます。この調子なら守ってみせます。助かりました。いつもより力が出せ。狙いは外さない。やあ、とりゃ、いい感じだよ。どうすれば勝てるかな。ほら、それお見事です。全力を。私の世界を見てくださいかわいく描けました。いつもよりいい子にしててね。いけ、さすがです。あれ、うまく力が。うまくいって。助かりました。
ちょっときついかも。計算通り行くよ。はあ、祝福を届けます。思い切り行くで、乱れ蹴りです。みんなの力があれば使いますね。ありがとうございます。えい、行くで。助かりました。調子、さあどうぞ。ありがとうございます。いつもより体がいい子にしててね。いけー、余裕だね。素敵なひととき、みんなで祝おう。いい経験が積めました。いろいろ取れたね。はい、これで武装の調達もはかどりそうです。でも結局お話にあったバラはなかったね。あら、こんなところで会うなんて偶然ね。師匠、どうしてここに？ちょっと探し物をしていてね。もしかして銃に浮く力を宿したバラのことですか？私たちも探しましたけど、ありませんでしたよ。あら、そうなの？まあいいわ。他にも調べたいことがあるし、あなたたちは自分の役目を優先して。わかりました。師匠、ご分を祈ります。やる気になったみたいで何より。じゃあまた後でね。あ、そうだ、ここに来る前にロマンに会ったわ。あちらの準備も順調みたいよ。おお、砦ってどんな感じなのかな。我々も一度顔を出してみよう。場所を案内する。はい、お願いします。師匠、また後で。負けないよ。おとり先輩に近づく輩は追い払います。ちょっときついかも。計算通り行くよ。敵を崩した。どんどん毒。それ。落ち着いていこう。ありました。これで元気いっぱいです。ありがとうございます。いつもよりからいい子にしててね。いけ、皆さんお願いします。みんなの力を合わせ、これが効くはず。助かったよ。いや、これで安心です。助かりました。力が、これで大丈夫。ありがとうございます。さあ、計算通り行くよ。どうすれば勝てるかな。思い切り行くで、乱れ蹴りです。いい感じです。調子、さあどうぞ。すごいもの持ってきてるんです。そうね、まだここからが本番ですよ。ちょっと大変だったけど勝利です。けど強度から考えてできるとしたら、いや今のままで十分だと思う。ロマンさん、やあみんな、どうだい、ここが我々の拠点になる砦だ。立派な建物ですね。きちんと務めを果たしていたようですね、殿下。武装や防壁も整いつつあるようです。皆の助力があってこそだ。特に
この二人が随分と力になってくれた。でしょ、有能美人姉妹って呼んでもいいですよ。二人ともすごいよ。こういうのも作れるようになってたんだね。フィリさんはそう言ってくれますけど、まだ改善点はあると思うんだけどな。フィリさん、あっちの壁の出来見てください。会心の出来なんですよ。え、どれ？先輩方も本当に頑張ってくださったんですね。おかげで大助かりだと思う。楽しそうですね、殿下。あの二人といるとね、こんな状況下だからあの明るさに助けられてる。ちょうどよく緊張がほぐれたようで何よりです。確かにそうかもね。あのロマンさん、お客さんが来てますけど。客？リヒャルト殿下、この緊急時に殿下自ら駆けつけていただき本当にありがとうございます。アブラハム・トロッケル卿、貴殿も迅速な対応ご苦労だった。殿下、どうかこのクアシュをお守りくださいませ。我々にできることなら何なりとお申し付けください。感謝する。すでに融通してもらっているが、兵隊を増強したい。さらなる援軍がやってくる。それとクワ州の王さん、アブラハム・トロッケル教団州長さん、鳥獣が現れてきっと心配でしょうね。あれ、トロッケルっていう名前どこかで聞いたことある気が。って、そんなこと気にしてる場合じゃなかった。アトリエで武装の用意をしなくちゃ。